なんでそこまで大臣に食い下がるんだろう。でもこれは私の言葉じゃないんですよ。被災地の言葉なんですよ。かよわき人の言葉なんですよ。女性の言葉なんですよ。若者たちの言葉なんですよ。仲間を追い落とすことではなくて、私たち日本の高度成長は仲間と一緒に現場でみんなが知恵を尽くすことによって作られてきました。多数決が正しいとは限らない。これは少数意見の中に真実があるんです。むしろ福島、宮城、岩手の皆さん、復興、そして日本中に今拡散されようという放射能をどうにか収める。今回の参議院選挙は50年、100年後を考えたときに、この国にとって非常に大事な選挙になると思います。日本中の TPP を大反対している仲間、一緒にこの緑の風、日本中に吹かしていきたいと思います。そして国民を、世界を騙し続けることでしかない。日本はそんな国に成り下がったのか。そうではないはずです。このいい加減さに、私たちは緑の風を作りました。緑の風は現実的に進みます。ただ念仏のように脱言だ。私は皆さんのインターフェース係、皆さんの声を国会で私が大きく伝える、そして皆さんがお会いになりたい行政の方とお会いしていただくというのが私の177万票の仕事でした。文殊バカと言われますが、文殊の廃炉へ、文殊の廃炉へということを質問の回数があるたびに、またお前文殊のことかよ、また文殊のことかと谷岡代表にも民主党時代に怒られたこともあります。その方々が前面に出て、そして私がバックアップできればよい、そういう政治を今やってまいりました。ただこの 3.11 以降欲が出ました。 3.13 の第1号機爆発、そして3号機爆発は犯罪であります。それをどうにかこの大人として、そしてその時にいた国会議員の責任として私は任を果たしたいというのは、頭で考えるだけじゃダメなんですよ。頭が良くても心がなきゃダメなんですよ。心で考えるのが本当の政治です。私には一切のしがらみ、私利私欲がありません。平山を勝たせていただくということは、チーム緑が健全に、そして雑木林のように様々な緑の力を持って、みんなで力を合わせてこの日本を未来の世代にふさわしいものにしていくことができるかどうか、世界に恥ずかしくない国にしていけるかどうか、その戦いです。だから皆様、伏してお願い申し上げます。どうか平山のために皆様働いていただきたい。皆さん本当に大きな方に参加していただきましてありがとうございました。